疲れすぎて怪我しちゃった。あ、キックオフ始まりました。さあ、青のユニフォームが、鈴木選手かな、やっぱりね。で、赤いユニフォームが、ガワさんのパリだと思います。さあ、青ネイマール、なんて言えばいいんですかね。はい、コーナーキック普通にやってるの。いや、なんかそういう感じしました ね。ネイマールがコーナーキック2本目、まだ前半の2分です。普通にやってるの。ちょっとライナー発生のボールが2本入ってきましたね。さあ、選手は全く一緒なんでしょうか、システムはどうなんでしょうか。ちょっと違ってくるかもしれませんね。個人差がやっぱり好きなレベルがあるからね、はい、こういうフォーメーションが。おっと、後ろに戻す、作り直して、外してね、外しました。ディマリア、右サイドからパスをつないでいきます。前半いきなりロングボールという感じではなく、組み立てていく感じですね。なんかこうお互いを探ってる感じですね。はい、ゆっくりパスを回して。ただ僕全然やったことないですけど、うん、全く触ったこともないですけど、うん、ちょっと上級者対上級者の匂いがするんです。なんかこの静けさは、はい、ね、どうなんでしょうね。そんな感じしますよね。さあ、おっと、これはオフサイドですかね。若干出てました。意図的に取ったオフサイドじゃない。どうなんでしょう。でしょう、たまたまだから、たまたまね。でもなんかすごい前の記憶ですけど、オフサイドトラップ仕掛けるボタンとかなかったですか。あった、ありましたよね。あった、あった。そういうのも、まあ、じゃあもしかしたらあったかもしれないですよね。わかんないもの同士が、ね、なんせね、オフサイドのボタンは多分あるよ。ありますかね。それをしたのかしてないのか。ね、お互いなんか確かに本当に上手に、なんか上手だよね。普通にこうパスつなぐのもやっぱコツがかなり必要だったんですよね。めちゃくちゃ難しかったですよね。抜けていった右サイド、イカルディから真ん中のカバーニにはいません。空いてるところ、はい、空いてるところを探してこうパスしてるから、うん、相当レベル高いね。実際のサッカーになんかちょっと近い、なんか近い感じが、あの戦術というか、うん、落ち着いてる感じがしますよね。前線で奪ってカバーニがボールをキープ。痛いんですよね。痛いよ、目とか当たっちゃうとね。痛いんだよね。涙が出てきちゃう。すげえパスだったよ。イカルディから中央にいるのはカバーニ。あ、スペードブラッドシュート今ちょっとこれ、いやー、相当上手。上手ですね、落ち着いてました。しかし、キーパーに助けられました。鈴木選手、どんな顔してプレーしてるんだ、鈴木選手。ちょっとね、ちょっとこれ、見たいですけど。相当上手。ガーさん、うーんっていうところだったんでしょうね。先制点は、やっぱり大きいですから。さあ、カバーにキープして来たんじゃないかな。ネイマールが独走状態。さあ、どうする、切り込んでいって中にパス、カバーにからネイマールオフサイドはない。ゴールキーパーが抑えます。なんか迫力がありますね。ちょっと前線から行きすぎるか。ちょっと冷静になってほしいんですが、カードは出てない。あ、出ましたね。カバーニにイエローカード1枚もらってしまいました。来た、前線からパス、パス、おっと、ここはカットしました。つないで、この辺も慎重につなぎたいですよね、うん、お、さあ、真ん中、中央、どう展開する。右サイド、ディマリアから長いボール、すごい、行き切ります、ゴール。飛んだ、今、素晴らしい。なんかこう、はい、いい試合なのか分からないけど、時間経つのが早いよ。そうですね、いつの間にかもう30分。そうですね、35分を回りました。残り10分ですよね。おっと、カバーニに当たって、痛いでしょう、ね、これも今のも痛い ね、うん、ムバッペ、グエイ、スルーパス、カバーニが抜けて周りが見えてます。おっと、ここでオフサイド、
お、ファール。お、ファール来たぞ、フリーキック。さあ、キッカーはさあ、誰が蹴るんだ。どうだこれ。おっと、ビッグチャンス。え、ムバッペがドーキーパーが正面、相手の裏を突くことですね。そうですね、言ったみたいだけど、結果キーパー正面でした。はい、あ、フリーキックチャンスですからね。さあ、カバーニからスルーパス、ネイマールが抜けてか、ゴールが入る前にゴールって言ってしまいましたそのぐらい流れが良かった。すごいね、素晴らしい。先制点は鈴木選手。鈴木のパリが行ったね。行きました。いや、決めてきました。前半終了間際です。いい時間帯だったね。この1点は大きいですよね。大きいね。さあ、前半のうちに取り返せるか。45分は回りました。アディショナルは1分。え、おっとここでファール。チャンスが、前半最後のチャンスですかね。ディマリアがキッカーなんでしょうか。リスタートだろ、前ディマリア、ディマリア、カバーニ上げて、ここで前半終了。鈴木選手耐えました。前半終わって1対0、鈴木選手のパリ・サンジェルマンが1点リードです。それとしても3対1だですよね。中盤じゃなかった。うん、なんか拮抗してましたね。拮抗してるね。あ、お互いチャンスはありましたけども、うん、1対0。これ後半どうなっていくんでしょうね、たくさん。もうあれじゃない、あのお互いこう、うん、なんだろう、多分相当やり込んでる人同士の戦いだから、はい、先は分かんない、ね、そうですね。多分僕らやらないですからね。多分あれじゃないって言ったんだけど、あれもだってこれも分かんないですけど、どうなってくるか分かんないですけど、お互いにね、作戦を練って、そうそう、ね、どうすんだろう、システム変えてんだろ俺な。システムを変えてくると、ここも駆け引きですよね。駆け引きだよね。ショート多分ね、これ相手の多分先日の方を見て、はいはい、自分も変えたりするから、見て変えながらですね。なるほど、なるほど。ただこう、うん、ね、隣で友達とかとやってて、うん、ね、僕はもう終わってるのに友達がもう長々ずっとやってるんですよ。変わんない変わんないって。そうそう、で逆転とかされたら変わんないですよね。さあ、後半が始まります。選手の交代がありましたけど、ちょっとよく見てませんでした。はい、選手が変わった模様です。パリ・サンジェルマン同士なんで、どっちが変わったかちょっと、どっちなのかな。はい、後半もどういう展開になるか。青いユニフォームのパリ・サンジェルマンが1点リード、鈴木選手がしていますね。おっと、抑えるか。うん、確かに出てますね。パスをつないでいく、後ろから。距離でも出るんだ。あ、そうですか。すごい。お、今出ました。出たよ。あ、そうですか。ネイマールが一番ドリブルしてた。あ、カバーに追いつくか。追いつきそうだ。追いついて後ろに下げる。こっから上げていって、こぼれ球、ネイマールが拾いますが、ここは体でカットします。さあ、ここは組み後ろからね、少し余裕がありますね。うん、当てていきます。相手をイライラさせてる、ね、そうですよ ね、 ね、走り回ると体力なんかも落ちていくでしょうから。そうですね、勝利への執念。おっと、おしゃれなパスから、ここはファールですね。その前のプレー、ちょっと距離ありそうですよ ね、 ね、何メーターだろう。お、打ってた、どう抜かれてるんですか。はい、フリーキックの迫力すごいですね。ギュンと来ました。さあ、右サイド、
りあえずガワさんは1点追いつきたいっていうところでしょうね、うん、ただまだね焦らなくてもいい時間かなと思います。抜けるか、ここは冷静に一度トラップして、おっとパスミス、ムバッペが持ってカバーニー、ネイマールカバーニー、うまい、そしてもう一回ネイマール強い、もう打った、キーパーですキルブー、すごい2人でしょ、ここでショートが、もうもはや何をしてるのかわからないですもんね。メンバー変えたね、イカルディが出てくる、おっとカバーニーを下げて、おっとちょっと疲れてました、前半イエローも1枚ありましたよね。そういうのもあるのか、うん、忘れこれ僕忘れてるバスプレイって退場してたから、ただ思い出しました、さすが。さあ鈴木翔太選手のネイマール、あさあ合うか、パッチングこぼれてます、拾ったのはガワさん、前線につないでカバーニー、ムバッペから展開通った、ドラクサドラクサ、おっとテクニックを見せてえぐってきた、なんとこれでキーパーでスキャッチ、こぼれましたけど ね惜しかったね、あれが1個合えば同点ですから、長いスローからやりますね、うん、来て嫌ないよ、いやそうですね、早くボール取りたいのさ、ね、前からどんどん行きますもんね、後ろが空いていくんじゃないこれで、あ確かに突っ込んでいきすぎると、でも焦るところですよね、さあここで浮かせてきた、これはちょっとゴールキーパーですね、さあここどう展開していくか、つなごうとしたんですがここでカット、お互いにチャンス、さあネイマールどこ狙う、そこ狙ってた、惜しいですね、厳しいだろ、うん、競り合い、激しい競り合い、ネイマールが拾って一度ポスト、ここはナイスディフェンスですね、こっちのネイマール、おっとボールの持ち方、おっと入れ替わった、クルザワから、クルザワから、クルザワが日本に行く、そうですよね僕もクルザワかクルザワか、はい、日本人っぽかったですね、ドラクスラーが独走、あーっとちょっとあそこね、あれなんかあるのかな、いやどうしたんでしょう、ね、大事なところでしたけど、ちょっと集中力を欠いたか、疲れてくる時間帯か、後半77分来たよクルザワ、クルザワからセンタリング、クルザワ行きたいな、クルザワ、はい、うわなんかすっげえだな、マムニエ、おっと大きいか、うん、なんとか、これはコーナーキックにならない、おっとチャンスか、拾ってエムバペ、ナイスキーパー、キーパー、いやよく止めたゴールキーパー、これは悔しい、追加点ならず、いやいいプレーでしたね、ここで決めてたらかなり勝利がぐっとね近づいた感じが、はい、よく止めましたね、さあここでまた選手が後半入ってくるでしょうか、試合終盤です、ショート本当に勝ちたいんだよね、いや勝ちたいでしょう、うん、ここで出てるよ ね追いつかれたりしたらちょっと不機嫌になりそうで怖いですね、鈴木翔太選手のネイマール本当に勝ちたいんだよね、魂きた、うわっディアが出た、キーパー触りました、さあここで素早く下げたい、うまい、サラビア、サラビアからおしゃれのパス、カバーニア、頑張った、抑えの予測した、でも大丈夫、まだ残り時間あります、足相当伸びきったね、ねすごいね、おっとそこ通したけどまだ何があるか分からない、うん、おっとこれはこう競り勝って、競り勝ってエムバペが拾ってどうする、ネイマール取った、ネイマール、そしてそしてカット、グエイ、おっと抜けるか、オフサイド、オフサイド、それに作戦通り、作戦通りだった、おっとオフサイド、ゲームネーが独走、こーっ2人でネイマール押して、そこでパスだった、
そこについてました。でかいネイマール、どの目を刺したか。これどうだ、これは大きいですよね。90分も間もなく過ぎそうです。ちょっと自陣の自らの、あ、またやってるよ、最後の締め方。最後の締め方、前抜かない、いったそこで、そしてそしてまだ諦めない、何があるかわからない。ほら、アディショナルタイムは2分、すごい嫌な終わり方でしたでしたけども、鈴木選手対川さん1回ゼロで鈴木選手が勝利ということで、すごい、いい試合、いや、いい試合でした。